現在国際的に大きな注目を浴びているアフガニスタン、今何が起こっているのかを簡単にまとめていきたいと思います。2021年8月15日、アフガニスタンの反政府勢力タリバンが首都カブールを制圧して全土掌握を宣言しました。2001年にアメリカで同時多発テロが起こって以来、アメリカは当時のアルカイダのリーダーウサマ・ビンラディン撲滅を目的としてアフガニスタンに侵攻。その目的は達成されましたが、その後もタリバンとの戦闘をしながらアフガニスタンの治安を維持していました。今年の4月、バイデン大統領が9月11日までに米軍完全撤退を表明し、7月2日には米軍の大半が撤収しました。それを皮切りとしてタリバンが続々と主要都市を制圧していき、大統領の国外逃亡もあり、わずか1ヶ月でタリバンがアフガニスタンを完全制圧しました。アフガニスタンは完全に混乱に陥り、空港にはタリバンから逃れようとする市民が押し寄せ、離陸しようとする飛行機に市民が群がり、7名が死亡する大パニックな状況となりました。空港には1万人以上の市民が押し寄せたと言われており、行き場をなくした人々で埋め尽くされていたそうです。街はタリバンに完全に制圧されており、生活が180度変わったアフガニスタン、今後の動向に注目です。